こんにちは。新州読書会の宮沢です。えー、今日はミルトン・フリードマンの資本主義と自由の続きを解説していきます、えー。第3章、国内の金融政策ですね。続きを読んでいきます。もしも商品準備高と通貨供給量を連動させるいわば自動商品本位制が実現したら、自由主義者が直面するジレンマを解決する素晴らしい制度となったに違いない。 政府が通貨発行権を乱用する恐れなしに安定した通貨の枠組みが実現したと考えられるからだ。例えば、国内で流通するのが全て金貨であるような純粋な金本位制が広く国民に支持されたとしよう。そして国民は制度のメリットをよく理解しており、政府が介入して何らかの操作を行うのは不適切で好ましくないと考えているとする。その場合には、 政府は通貨を操作したり、場当たり的な通貨政策を取ったりすることはできなくなるはずだということです。新自由主義、フリードマン、ハイエク・フリードマンが言ってるのは、政府が通貨をの枠組みを用意することは、これは認めるんですけども、政府が通貨を操作するのは不適切,じゃない不適切だと思ってるんですね。で、金本位制。 えー、金本位制っていうのは、だから、金が成果なわけですよ。金貨だけをやり取りするっていうことが、まあ一番政府の介入が少ない。まあただ、金をね、鋳造するにあたって、国印をするのは、その政府がやるなり、まあ造幣局がやるなり、えー、まあ中央銀行はや、中央銀行は効果を扱わないのか。 効果を扱うのはセーフなんで一応ね、アダム・スービスの国ロ論も私説明してるんですけど、金貨の話結構頭の方に出てくるんですよ。お札がいらないじゃないかって考え方あるわけじゃないですか。お札ってまあ信用貨幣って言うんですけども、一応その、まあここで段階を追って説明してるんですけども、元々は金貨、銀貨だけが流通してたわけですよ。で、しかしこれは偽物が出回るわけじゃないですか。あとはその、 純度を下げるとかね、混ぜ物をする金貨が出てきてしまうと。で、これは混ぜ物をしてませんよっていうことで、刻印を押すわけですよ。政府の。まあ、例えば、ローマ帝国のカエサル、カエサルの肖像を入れるとかね、プロフィールっていうか、顔を入れるってことをしないと、日本で言えばその、昭和60年、記念コインとなったんですよ。昭和天皇在位60年。まあ、菊の紋章を入れるとかね。 まあこれがどういうことかというと、まあ、政府がこれは本物ですよって一応ね、国印をしてますよってことをすれば、それに溶かして混ぜ物をしてまた国印を押すことできませんから偽造できないんで、偽造っていうか品質を落とすことはできないんで、え金、ー、本位制が、まあ、まあ、通貨の枠組みとして機能しますよね。ただ政府がね、端っこを消するってことをやるわけですよ。この前もお話しした通り。含有量は減らさないけど、端っこ、 10円玉もギザギザが入ってるギザ銃ってあるじゃないですか <laughs>。ギザ銃って探せばあると思うんですけども。あれだから、端っこ削ると、金の、金が減るわけじゃないですか。<laughs> そうやって、あの、政府自体がね、同じ金貨でも端っこ削るっていうことが起こるっていうことですね。で、そうやってつ、それは、ほら、通貨の操作になっちゃうんで。で、そういうことさせないってことなんですよ。国民がやるべきことはね。 えで本当の金本位制ってのはあるのかって問題が <laughs> ありますけども、これ、続き読んでいきます。したがって、この制度の下では、通貨に関する政府の権限はごく限られたものとなるだろう。だが、先ほど述べたとおり、完全自動制度はかつて実現したことがなく、物品貨幣に加えて信用貨幣が混在する制度へと向かうのは常であった。 信用貨幣は具体的には銀行券や預金通貨あるいは政府紙幣などで信用で流通するということです。金だけ流通してないいんですけど、そのうちね、金と変える信用貨幣、まあ、打漢紙幣ってやつですね、えー。この紙を政府に持ってきや金に変えてくれますよっていう形で、えー、物品貨幣、金か銀かに加えて必ず信用貨幣が、紙、金と引き換え券というのが あの生まれてくるとということですそれは銀行券や、えー、預金通貨あるいは政府支援という形で信用であの流通するということですね。これをもってね、信用貨幣だと言ってね、MMT の人たちが貨幣っていうのは信用貨幣なんだって言うんです。いくらでも政府が発行、自国通貨発行してる政府は。 財政破綻しない、いくらでもすれるって言うんですけども、新自由主義からすればですよ、勝手にすられたら価値が下がるからやめてくれって話なんですよ。政府が信用貨幣を操作するっていうのは、政府による干渉じゃないですか。何らかの操作、枠組みの維持じゃなくて、あの政府が介入して、えー、まあそ、それはすれはするほどインフレなんですよ、だけど、なんか増税したりね、金利を上げればインフレが止められるから、 信用貨幣はいくらでもあの万年筆万年だとか言ってるんですけども本当に <laughs> あの批判するんだって自由主義だって言ってる人はこれを批判した方がいいってことですねでも結局はね信用貨幣が出てきちゃうわけですよで <laughs> 続きですひとたびこうした信用貨幣が登場するとたとえ当初は民間機関が発行したものであってもいずれ政府が管理するのは避けられないことを歴史が証明しているってことです これどういうことかというとまあアメリカはね南北戦争の前までグリーンバックっていうのが出てくるまでは各銀行が民間銀行があの信用貨幣作ってたわけですよ <laughs> だけども結局ね今信用貨幣が乱立してたわけですよでその地域その地域地域通貨みたいなのがあって地域ごとに紙幣をやってたんですけども 結局、南北戦争中に何が起こったかっていうと、まあ、統一の政府貨幣が出てきて、政府信用貨幣ですよそ。そのために南と、北と南で戦争したって言っても過言じゃないんでしょうけども、まあ、北の方はほら、あの、工業化を進めてたわけですよね。南の方はほら、大規模農園、風と共にされるのね。えー、なんか、 オタクみたいに農業やってるわけですよ、まあ、貴族社会ですよ、農業を中心とした。だけど、まあ、北部が工業化したいということで、でまあ、なんか経済システムの違いもあって戦争したんだと思いますけど、最終的に南部の経済システムってズタズタに壊されるわけですよ。であの信用貨幣 あの使うことを押し付けられるわけですね。そうすると自分たちの持っている資産を、ね、なんか売らなきゃいけなくなって破産していくんですよあの。マーガレット・ミッチェルだっけ、風と共に去りぬに <laughs> 書いてあるのは、スカーレット・オハラの家が没落していくのはその通貨システムの話で没落していくんですけども。で結局、あの南北戦争が起こった頃にいろいろ民間銀行が信用、通貨、貨幣、 発行してたのが、もうすべてが政府一元管理になっていくと。で、この政府一元管理になって、まあ、偽造や乱発を防 <laughs> ぐのはあるんですけども、今度は政府が、あの、紙幣を勝手にすって、信用創造しちゃうってことが、起こるってことですね。次続きは、信用貨幣は本位貨幣を払うことを約束した契約書と見なすことができるが、契約の締結から履行まで、 の期間は大抵かなり長いため、契約を確実に履行させるのは難しく、偽の契約書を発行する輩も現れやすい。信用貨幣を本位貨幣に変えるっていうのは、あれですよ。だから、金と変えてくれっていうわけですよで。今、日本の1万円銀行券なんか持ってったって金と変えてくれないですけども、不感性なんでね。だけど、金本位制だと、1万円分1万円持って行くと1万円分の金貨に変えてくれるわけですね。 でその信用貨幣っていうのは、本意貨幣、成果、金と変えることを約束した契約書とみなされてるんですけども、まあ、実はすぐね、持ってきゃあの、変えてくれるわけじゃないわけですよ。えー、締結から履行まで持って行ってもね、2年後に渡しますとか言われちゃうわけですね。で、偽の契約書っていうか、だから偽札持って行って本意貨幣と変えようとするやつも出てくると。 で次はその上、一度信用という要素が持ち込まれると政府は自ら信用貨幣を発行したがるようになる。かくて商品本位制は自治体国家が合半に干渉する根性的な制度になりがちだ。政府っていうのは必ず信用貨幣を自分たちで、まあ、信用創造してどんどんね、作っちゃうわけですよ。まあ、自分たちの財政が赤字になってくるとで。この本ではね、社会保障制度を充実させていくとどん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  信用貨幣を発行すると政府は自分たちの権威を守るためにね、国民を食わして、介入しなきゃいけないから、健康保険とか年金制度とかね、作るわけですよ。作ってどんどんね、お金吸って自分たちのその政権維持のために、まあ、社会的弱者っていうのは革命に走りやすいっていうか <laughs>、だから、そういうなんだ、政治運動させないために、まあ、生活保護とかね、年金と公的年金とか。 まあ社会保障制度を自分たちの信用貨幣を発行して賄うようになりますよね。本当は夜景国家っていうかその小さな政府だったら国防だけやれば安全保障、まあ、せいぜいこの、ね、これ冒頭にも書いてありますけどね、昔のアメリカってはほぼ政府支出の大半はね国防費だったんですよ。それがいつの間にか、えー、<laughs> 1956年。 まあ、1956年頃行った講義をもとにこの本作られてるんですけども、この頃はアメリカ政府の支出っては国民所属の26%しかなかった。でも、82年ですね、1982年になったと、国民所属の39%。で、社会保障費がすごい増えちゃったと。で、この社会保障費が増えるっていうのは、あの政府自ら信用貨幣を発行して、社会保障費に当ててるわけですよ。 でこれをやめろってことですね。これをやめるのは新自由主義ですね。サッチャーとかレーガンとか、なんか日本だと中曽根康弘さんとか出てきて、まあ、民営化ですよ。国営でやってその手厚く労働者、あの、広互してると、まあ、ななんですか、まあ、潜在的活力、市場経済の潜在的な活力が生まれないんで、信用貨幣は想像されるけど、生産性上がらないってことですね。あの、信用創造したら、信用創造した分、生産性 が上がらないと、この信用がほら、ただインフレになっちゃうんですよ。余計な金が増えるっていうことになって。えー、ただ日本の行動性、経済成長って信用創造した分ね、すごい生産力が上がったんですよね。だけどもう今ね、信用創造なんかしたってバブルになるだけなんですよ。一部の人は金持ちになるだけで、何も生産性上がらないと。今の日本見てらわかんじゃないですか。なんかもうなんか、 そプログラマーを養成するとかね、リなんか,リ,なんかリ,リ,スキリ,リスキリングだかなんだか、ほら、まあ、学び直せみたいな、もサラリーマンにまた180度違う仕事をやらせようみたいなね、<laughs> <laughs> 話になってるじゃないですか。今までやったことが役に立たないってことは分かってきたわけですよ。あの、義務教育受けてね、高等教育まで受けて、で、会社に入るわけですけれども、会社でもそのなんかいろんな業務やってたけども、まあ、 えー、デジタルトランスフォーメーションとかね、もうだってだ、例えばですね、会計の資格とか弁護士の資格とか持ってたって、それだけで食えるかっていうと、食えないわけですよ、そんなの、だって、まあ、特にね、経理の仕事とかなんて、全部あれじゃないですか、オートメーションでできるわけですよ、プログラミングして、あの、やらせることはできんね今まで手書きで請求書出してたみたいで、横澤夏子はね、 ワケワカメとか言いながら手書きで請求書を書いてたらあんな仕事もうなくなるわけじゃないですか。ななあったとしても外注するとかねあのけ、契約社員とか派遣社員にやらせるとかなっちゃうわけでしょ。正社員がやる仕事じゃなくなるわけですよ。ってことはもう価値がないわけですよ。請求書発行するようなね帳簿つけるとか。なも,うもう自動化するっていうか、まあ、外注してもいいしあの、うまくシステム組めばね、すごい簡単に、あの 請求書を発行したりなんかできるるようになるわけですもそうなるとそれ,それについてた職業の人たちはほらまた別の仕事をやんなきゃいけないわけですよそうなるとまた再教育しなきゃいけないってことが起こりますよねで再教育した他の生産性の高いもうね経理の仕事に生産性なんかまああの 内勤に生産性なんか求めたってしょうがないですけども、それはシステムの維持のためにいるんですから。バックオフィスの人たちは仕事がなくなっていくわけですよ。でも、その人たちは営業やれって言ったってね、できないわけですよね。本当は全部、みんなが物を売るっていうかね、努力をすることは、まあ物ず、物なんか作ったってしょうがないですよ。なんか、とにかくいいから売ることの方が大切なんですけども、そう言うと、情報商材売ってるみたいになっちゃうんですけども。だけどね、もう一度バックヤードで働いてた人がね、 バナナのたたき売りみたいなこと、外でできるわけないんですよ、そのプライドもたけーし。<laughs> で、あの、で、そういうこと、本当はね、やっていかないと、あの、付加価値なんか作れないわけですよ。えー、生産性を上げて、物を売らないと、取引の数を増やさないとね、あの、経済って成長していかないわけですよ。だけど、今の日本が、まあ、世界的にやってることですけど、信用関係が吹いてるのは取引は、 一部にしか回ってないからね、格差だけ増えていくと。でなおかつあの、結局、失業者を減らすためにね、助成金前で潰れてほ,んと,ほとんどもうゾンビ企業をね、あの補助金で生かして、そこにへばりついてるあの従業員、なんとかね、ギリギリ食わしていくみたいな、そういう政策をやると、どんどん信用関係発行したわけですよ。で結局ね あの、信用という要素が申し込まれると政府は自ら信用貨幣を確保したがると社会保障を手厚くして失業者を減らすってことをやるとどん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 ただただ,だ,だ政府が生活費を出していくみたいな国民ので何にも生産性が上がらないとスキルも上がらないしまあ、言ってみりゃ何て言うんですかまあ、働かなくなっちゃいますみんなね競争もしないし構造改革もないわけですからで えー、そうなった上で、結局政府がすべてに対して干渉してくるということになっちゃいますね。で続きです。かくて商品本位制は実際には国家が後半に干渉する根性的な制度になりがちだ。まあ、金本位制でやってもね、一度信用貨幣が入って、信用創造しだすと、こはもうどん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 社会主義みたいになっていくと、政府が国民生活隅々まで補助金出しながらね、お役人が干渉して運営していくようになっちゃうと。 なおかつ生産性は上がらないと、えー。自分の食の学び直しもしないと。えー、いうことになっちゃうと、助成金だけもらって食ってると。で、こういうことになっちゃうんですね。えー、ちょっと長くなんで、ここでやめますけども、えー、これいいこと書いてあるんですけどね。いいこと書いてあるけど、親中主義はいい思想かどうかは別の話ですけどね。あの、なんだろう。 日本でもうほぼ社会主義じゃないですか、ほとんど。日本だけじゃないですよ。アメリカももう社会主義みたいになってて、だから政府が金すってね、コロナの給付金だって,ってどの個材も20万ぐらいを振り込んじゃうみたいな、あんなことやって、続けざるを得ないわけですよ、一度。自分たちの信用貨幣発行するとね、どん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 膨らんでいくんですよ。で膨らんでいくシステムがありますよってことを言ってるんですよ。で、これ、金本位制を維持すれば、 あの防げる話じゃなくて政府が信用を手にするとね必ずそれは膨張していくというものなんだってことを指摘してるんですねでその国民経済の政府の干渉をなくすってことが圧力を取り戻すことだからなるべくそれをやんなきゃいけないとでもそれやるとね正社員が非正規社員が増えて日本が失われた30年でね 子供も作れなくなって、その、就 <laughs> 職表、私も就職色が書き世代ですけども、って言うんだけども、あの、その、なんだ、結局、手厚くやってるは手厚くやってるでね、ジョージ・オーエルの1 9 8十年ビッグブラザーみたいになっちゃうわけですよ。あんな、統制主義の全体主義みたいになっちゃう。ってことを、俺言ってんですね。言ってるってことが、まあ、 ってことなんですけどね、えー、まあ新自由主義を批判する学者っていうのも生産性がまるでないですからね四六時中同じこと言ってて勉強もしてねえの、ね、こいつら食わしてる <laughs> 本当に学者が競争しだしたらあのい人たち淘汰されていなくなるはずなのに不勉強で。だけどまあ自分たちの立場を守るためにね新自由主義批判してるんでしょうけど日本に新自由主義者がいい。 これよ読めは読むほど分かりますよ。もう竹中平蔵先生だって新十主義者じゃないでしょ。どう見たって。<laughs> 別に信用貨幣を発行すんなとか、そんなこと言ってないんですから。えー、まあ、そういうことなんじゃないですかね。えー、なんか雑談っぽくなっちゃいましたけど、今日はここまで,です、最後まで聞いていただいてありがとうございました。以上です。